コットステージ進行を決めさせていただきます。チアドラゴンズ2019島と葉月です。よろしくお願いします。呼びましょう。シャオロン、パオロン、ドアラです。はい、みんなで呼んでください。お気に入りかかって失礼しますね。はい、ドアラー、ドアラさん、ドアラさん、はいはい、来てくださいね。はい、ドアラです。はい、今日はこのメンバーで盛り上げたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、さっきも私令和一発目のマスコットステージと言いましたが、はい、はい、あの平成から令和に時代が変わりました。ということで、まずは一つマスコットさんたちに質問したいと思います。はい、平成から令和に変わる瞬間、何してましたか？ちょっとジェスチャーで答えてもらっていいですか？世の中盛り上がってますね。パオロンが手を挙げた。どうぞ、パオロン。寝てた。寝てた。変わらないですよね。寝てた。リアルに表現してくれた。いいですね。シャオロン、起きて。忘れちゃったのかな。お風呂に入ってたシャワー、よりによって体をきれいにしていたということですね。はい、3人のね、私生活、プライベートを覗いちゃいましたが、ダメダメ、それダメですよ。はい、ということで、あのね、平成から令和に変わったということで、今から絵しりとりをやりたいんですが、はい、平成のイから始めて令和のレで終わるようにえしりとりをしてほしいんですよ。はい、ちょっと難しいですよ。そう、ちょっとね、難関だとは思いますが、それでは早速やっていただきましょう。はい、ではシャオロ、はい、ということでね、はこの令和を覚えてもらいます。私につなげてください、はいね、はい、はい、ということで平成の E からシャオロンにまずは始めてもらいましょう。はい、よーい、スタート。何が聞いてるかな。ただ次の人のことも考えて書いてくださいね。すごい、とても分かりやすいものを書いてくれてますね、シャオロン。結構ね、ドアラさんがこれ大変だと思うんですよ。レで終わったけど、レで終わる言葉って何だろうねって、はい、お、パオロンが踊っておりますね。はい、ノリノリ。はい、ではみんなに見せてください。じゃじゃん、平成 E からの、あ、これは E、 あ、 あれですね、食べて炙ると美味しい、干しても美味しい、あれですね、あれですね、はい、パオロン、OK、すごい上手に書いてくれた。あ、もうね、パオロンはね、勝手に書き始めてくれたので、はい、次につながっておりますよ。なんだろう、皆さん分かります？シャオロン、とっても上手ですよね。なんだろう、ポーロン結構、あー、はいはいはい、もうすぐね、本物を見る日が来ると思う。なんだろう、男の子が結構関係あるものかな。なるほど、うん、もうすぐだね。すごいね、しっかり描いてくれて、とってもリアル。あー、なるほど、そっちか。そう、それか。もうすぐだ。すごい上手。はい、はい、あのね、うまいですね、うまいですね、うまいですよ。多分今のこのやり取りは、あ、もうあれ、なんかおかしいな、預言者、ショーの預言者、おお、メドアラさんで、ね、ありがとうございますって言ったっていうことはね、さすが、そう、上手、書き方が面白い。そうで、しかもなんか今ちょっとシャオロンある預言をしてます。そんなわけない、そんなういかない、そうなわけいかない。さあ、どうなんですかね、平成から令和へと時代はつながるんですかね。つながるのかな。つながりそうです。つながりそう、つながりそう。すごいスラスラ書いてるね。すごい。パオロン様様、デデンデデン。あ、はい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 、はい、じゃあね、答え合わせを、はい、じゃあ皆さん自分の絵に書いた正解書いてください。文字で書いてもらっていいですか。文字で書いてもらっていいかな、何を書いたか。じゃあ私がシャオロンが預言者って言ってんじゃ、皆さん分かりますか。
予言通りになっちゃったかな。別にあの打ち合わせはしないですよ。はい、あのパオロン大好きで、うん、ファインプレー、パオロンがねすごいファインプレー。ということで皆さん書けました？伝わるかな？書けた？トラさん書けました？ちょっとドアラマスですね。はい、平成からそうなるかな。イカ、はい、でパオロンがカブト、そしてダブル C、 トラさんダブル C、 トイレ、そしてレイは、お、つながりました。皆さんナイスプレー、ファインプレー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、平成から令和へと時代は変わりましたが、はい、令和がドラゴンズにとっていい時代となるよう、皆さん、ね、名古屋ドームを盛り上げましょう。はいはい、ということでね、ちょっと早いんですが、はい、マスコットステージ以上となります。この後のステージもお楽しみください。